ひづめやかの薬師神社、ひづめやかにある五郎沼、安平の首桶に入っていた種から開花した古代蓮ひづめ館は道の区国に所在した日本の城。市は町指定史跡。ひづめの表記は、ひづめの他に、ひづめ、ひづめなど複数見られる。ひづめの語源は、当時この一帯が北上川の船場として栄えており、 アイヌ語のピッツムイが点火したものとされる。日ずめ館は12世紀の館市で、規模は東西320メートル、南北290メートルの平坦な土地である。館の南側は五郎沼に接し、東は国道4号線に接する。発掘調査の結果、沼のある南を除く三方は幅10メートル前後、深さ1.5メートル前後の大溝で囲われていた。 ことが判明している。日づ館に付随して、大相言寺と薬師堂があった。大正言寺は消失してしまったが、薬師堂は、明治の神仏分離により、薬師神社となった。創建当初からの薬師如来像があると言われているが、現在はご神体となっているため見ることができない。日づ館は、欧州藤原氏の一族の日づ太郎春光、五郎末平兄弟の館であった。 出土遺物の年代から12世紀初めから後半まで存続したとされる。文治5年に欧州藤原攻めが開始され、源頼朝の軍勢が攻め寄せると、日詰一族は館を自焼きして北曹した後に投降した。大正15年には南接する五郎沼の春節の際に12世紀の土器や建材が出土し、1965年から最近まで、 シワ町教育委員会により32時にわたり調査が行われた。従来の通説では、平泉から日詰メに移ったのは春光の代とされてきたが、最新の発掘調査による研究では、1100年代前半の時期の瓦原家が出土していることから、平泉初代の清平の頃から同地に今日構えていた可能性が高くなった。ヒズメ館跡にある五郎沼には、かつて、 ひずめ五郎末平がよく泳いでいたとの伝承が残る。道沼は川の氾濫を防ぐとともに灌漑用水池として人工的に作られた可能性が高い。現在は6ヘクタールほどだが、王子は12から16ヘクタールもあったと言われる。五郎沼の傍らには小さなは水池がある。これは中村寺根寺軌道に安置されていた藤原康平の首よけから発見された蓮の種を 同時から譲り受け、2002年5月休校殿に移植したもので、古代蓮の通称がある。蓮の種は800年以上の時を超えて、発芽成長して開花し、現在では毎年7月に蓮の花が咲き誇る。あずま鏡によれば、源の頼朝が欧州攻めを行った、文治5年の9月4日、頼朝軍が、島軍に差し掛かったと聞いた、春は、 館を焼き払って逃げ落ちた。これを追うために頼朝は、三浦義澄、義連、義村などを使わし、同日に、陣岡八森に陣を構えた。11日、頼朝は陣岡を引き払い、栗屋川柵へ向かったが、15日に、日ず太郎春光入道が、弟の五郎末平息子の大田舎志向二郎健康、下北舎、た忠平ら、 末平の息子の日高者行行などを連れて、栗屋川の頼朝人書へ幸福の意を示して訪れた。年老いた春光の姿を見た頼朝は彼を哀れに思い、家臣の発った地下に預けたが、春光は、ホッ行を唱える以外は一言も話さなかった。翌十六日、新人部かかった地下から春光の様子を伝えられた頼朝は、それまで処置を迷っていたが、 本領のひずめを安堵することに決め、18日に、頼朝は、春光などの処置について刑に、伺いの使者を向かわせた。10月19日、頼朝は、鎌倉への帰途に、宇都宮二良山の神社へ立ち寄り、戦勝祈願のため、荘園を一つ寄進することを、誓ったと言い、ひずめの一族をその職につけた。12月6日、頼朝は、 春鼓以外のものについての入る先の案を立てると計に飛脚を向かわせ、同月26日、18日付で計の調停より、案の通り宣言が下された。その内容は、以下の通り。以下は、市場町平泉関連史跡連携協議会、市場の歴史は面白い。平泉関連編にある、日詰め市のその後についての概略である。出展には、 疑問もあるが記載する。ありがとうございます。